旅のお供です。紅葉の境界線がすごい。私の味もしますね。うん、長野っぽくなる。そうね、まだまだ愛知県ですね。うわ、あれ。アヒージョがめちゃめちゃいい香りしますね。うわ、肉汁がすごい。見して見して。すごく綺麗です。やっ、ね、石がめっちゃゴロゴロの長いでかい川。ボボ、はい、これから長野行きますよ。よいしょ。よっしゃー、コーヒーなんかかっこよくなった。必需品ですね。とりあえずローソンでコーヒーを仕入れました。はい、こちゃんあくびしてるじゃん。これ外れないんで、だいたいコンビニ行ったらこれですね。僕はでもさ、大山おこわさ、もっと美味しいよね。これ大山どりのおこわだから大山おこわじゃないってことね。そういうのがあるんだ、うん。じゃあ、いただきまーす。唐揚げくんもね。お、唐揚げくん。ああ、おからを使ってるから、お、唐揚げくんなんだ。だって。なんか落ちた。今日から、4泊5日の旅で、今から長野へ向かいます。鳥取から長野の何村だっけ？阿智村。阿智村に向かいます。日本一の星空と言われてるとこです。星空が綺麗なところですね。片道が6時間30分と表示されております。長旅ですね。長旅です。ロングドライブです。まあ、今から向かいたいと思います。ちょっとしたハネムーンでーす。ハネムーン？ハネムーンだよ。ハネムーンですか？そう。顔、顔近いな、お前。顔近い、顔近い、顔近い。だから、とりあえず国内ね、行ってみたかった長野に、はい、行ってみましょう。今日はバカンスです。今日からバカンスです。今日からバカンスです。今日大山めっちゃ綺麗に見えます。うん。なんか雲がすごくいい感じになってますね。隠れてる。あら。さようなら。こんにちは。今日も日本海はとっても綺麗です。いいブルーですね。はい、ただいま兵庫県に入りました。
なんだこれ。でかいサービスエリア。なんかアウトレットみたいな。鳥取を出て2時間半。兵庫県にある宝塚 SA にやってきました。うむ、めちゃでかくて綺麗な SA である。立派なお城みたいな SA です。神戸らしいね。やるたこ焼き食べたいねって言うときちょうどええね。たこ焼き食べましょう。ねえ、踊りたい。ドクランあるじゃん。ん、こうちゃんドクランある。本当はドクランありますね。とても賑わっている。店内とても賑わっております。これさ、あれじゃない、カップ麺に使ってあった。美味しそうだな。なごみ、美味しそうだ。うわ、すげえ明太子。すげえ明太子たくさんいっぱいある。ボウ、おい、え、すごい、ペット専用トイレのところじゃん。うちの犬はとりあえずあのマーキングが仕事なので、うちの犬はちょっと問題児なのでリードにつなげられてます。ね、他のワンコとすごいかね。シバの子とかはさ、あば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 ダメです。朝うんこしてなかったからね。かわいい。尻尾でか。すげえでかいね。これなんか、あ、唐揚げじゃない？たこ焼きは？たこ焼きは別かな。たこ焼きすぐ買える？並びましょう。うん。結構並んでますね。本日も宝塚北サービスエリア。宝塚北名物踊りたこ焼き。ハチトリですね。はい。味は基本で大丈夫ですか。はい。ありがとうございます。お待たせしました。はい。ありがとうございます。すげえ美味しそう。これが宝塚北名物踊りたこ焼きというものです。はい。すげえな、なんかイイダコ丸々、イイダコが丸々1匹入ってるって言ってましたよ、うん、美味しそうね。いただきましょう。はい、いただきます。あ、やばいやばい、すげえプリプリしてる。あ、ダメだ、これはタコとタコと焼きに分かれた。おいしい。ま、イイダコが丸一匹入っておりまして、めちゃめちゃ美味しいたこ焼きでございます、うん、めちゃくちゃ美味しいよ。これはぜひ食べてもらいたい。残り4時間半ですか？ 4 時間。4時間ぐらいかな。4時間、ね。4時間かからんぐらい。でも休憩含めたら4時間半ぐらいになるかな。7時までにはチェックインしたいんですよ。バーベキューがあるので。あ、今夜はバーベキューですか？そう、今夜はバーベキューなんです。で、7時にはチェックインしたいので、それまでになんとか行きたいとこですね。はい。頑張って。はーい。行きましょう。長野向かいましょう。まあ、天気がいいので気持ちいいですからね。ドライブ日和です。街が見えてきましたよ。大阪でしょうか。大阪ですかね、ここは。そうですね。あ、京都、大阪。まだ京都。通過。とか
行ったら京都の人に怒られるんか。ごめんなさい。はい、京都入りました。分かってません。どこだけ分かってる。今どこだ。名古屋。名古屋手前、まだ三重県だね。え、お前左から。え、どういうこと。名古屋ってな、結構運転荒いって有名だから。え、でもそう、気をつけなさいよ。グイグイ右に入らんといけんわけやん。いや、多分ギリギリまで奥に行ってあの人たちは入るんだろうけど。はー、今名古屋手前かな、うん、まだ入ってないですけど、桑名市あたりすごい渋滞です。うん、なんか東京思い出すね、この渋滞は。そうなの。東京のゴールデンウィークとはこんな感じだけどね。気をつけてください、運転。うん。事故ったらシャレにならんけんな。うん、事故。面白くない。事故ったらそこで終了です。うん。本当だよ。はい、現在名古屋市を通過しております。めっちゃ街中通ってます。はい。街中を横断しております。夕日がとても綺麗です。今日は最高ですね。もうは外の景色を見ております。あ、ジブリパーク。え、これ愛知九博のところ、万博の。え、これジブリパーク。なんかわからないけどジブリパークがあるみたいです。大きい馬がいる。イケア、アイケア、アイケア、アイケア。もう少しで長野到着します、多分。あと1時間くらいで立ち村着きます。はい、ちょっと補給して頑張ります。はい。おー、山道に入りました。この空気はイノシシに合いますね。あ、そう、イノシシに合いそうです。今日は月がとっても綺麗です。電話してみる。ただいま今日泊まる宿に着いたんですが、チェックインが仕方が分かりません。分からないので電話してみましょう。泊まるホテルが何でしたっけ、星合いの森という宿でございます。星合いの森。あ、すいません、あの、ほんまですが今スタッフさんかな。スタッフさんですわ。早くね、来るの。準備しとったんだろうね。はい、あの、時間6時半って言っとったけん。はい。じゃあ。自動ロックのシステムなので、ちょっとこうやって閉めちゃうとすぐ閉まるんですけども、うん、上の部分がタッチパネルになってまして、はい、使っていただくとつきます。で、一応、準備されて大丈夫です。あちらの扉の向こう側が、あの、洗面関係、トイレとお風呂の設定だったりとして、2階が寝室になってあります。はい、そのワンちゃんのおやつと、ありがとうございます。ちょっと道具も、こういったものをご用意させてもらってますので、あの、ご自身使ってもらって大丈夫ですし。2階が寝室だ。2階寝室だって。とりあえず荷物運ぶ？そうだね。荷物運ぼうか。荷物運びましょうね。星合いの森さんのコテージです、うん、コテージ、ワンコード泊まれるコテージ、犬も泊まれるコテージで今日は過ごしたいと思います。めちゃめちゃ雰囲気が最高ですね。綺麗です。ボボ、あったかいな。なんか匂いあるか気になっちゃうか。これさ、プレゼントいただいたやつなんだけどさ、ポカリスエットみたいな。へえ、犬用のポカリスエットだ。そうそうそう、それを一応用意してみた。へえ。歩き方が、歩き方は面白いよ。おむつつけたあれか。あ、すげえな、ここな。あらら。
そっちにそっち側にした方がいいんじゃない？ここがお風呂です。お風呂と洗面所。へえ、お風呂結構、お風呂なんかすごいね。綺麗でしょ。うん、綺麗だね。普通になんか普通のお風呂だけど、なんかこう木の感じと石畳の感じで、うん、今日温泉入る時間なかったからちょうどよかった、ね、そうだね。市のツアーにも参加したかったし、温泉も昼上久野温泉っていう有名なとこだったので、行ってみたかったんですけど、まあなんせ鳥取から来てるのでね。まあ今日はゆっくり過ごしましょう。今日は無理でした、はい、今日は美味しい肉がね、これ分厚いよ、ありますので。2センチぐらい厚さあるんじゃない、はい、いただきましょう。はい、お腹空きました。はい、あ、2階は？そうですね、2階も2階、ボーボー2階来れる？あなた、ボー、登れる？お前ボー、おいで、ボーちゃん困ってる、ボー、ボー、ボー、歩いてこれないの？あ、あ、いい感じです。あ、2階あったかいな。外出れるってこと？外出れるっぽいっすね。もうできた、ボー、おいでいでいで、ボボ。外出れますね。ちょっと開けてみましょう。どうする、ここで落ちたの。あ、すごい。こっからすげえ星が、あ、すごいじゃん。星が見える感じじゃないですか。ねえ。いいっすね。うん、2階あったかいっすね、やっぱり。うん、熱が上に来る感じで。いいっすね。あ、お腹空いた。ゆっくりしよう。ゆっくりしましょう。ね、長旅なんで。長旅だったけんな。はい。あなたこれお酒買ってきとけばよかったね。あれ今日お酒ないの？お酒ない。お酒ないから、ここ泊まるときお酒買ってきとかんといけんだな。まあいいでしょう、ね、美味しいお料理が。むちゃん、長旅お疲れ様です。お疲れ様でした。もう いやいい感じの雰囲気ですね。本当は外で BBQ をするらしいんですが、寒すぎるので今日はこの電気ヒーターで食べます。今日はお酒がないのでジャスミンティーで乾杯します。はい、はい、お疲れ様で。サラダからいただきますか。そうしましょう。うん、うん、美味しいです、うん、よいしょ。お、10って言った。棒のおやつがいっぱいです。馬肉巻きチーズ食べる棒、棒馬肉巻きチーズ食べたいね。これ食べようか。おざり、いいよ。はい、どう、よかったね、坊ちゃん。あとでもう一個あげる。アヒージョ、いいじゃん。美味しそうだな。うん。椎茸が実は唯一嫌いな食べ物なんですけど。うん、椎茸苦手な人ですね。でも美味しそうなんで。けど芋あげたんよね。芋もあげた。おだけメインだと食べんといけ。いただきます。あ普通に食えてるやん。美味しい。うん。でも食べれる椎茸です。俺食べたい。あなた食べたい。俺食べたい。すごく美味しいんだと思う。俺食べたいです。はい。あ、ここ。
さあ、お召し上がりください。うまい。うまい。うまい。うん。椎茸アヒージョ、最高っすね。虫が。美味しいですね。美味しいね。さあ、お肉焼いていきましょうか。お願いします。ソーセージからいきましょうか。うん。うん。いいんじゃないでしょうか。うん。ジュジュ言ってますよ。うん。火が恋しい。いつも薪ストーブ見とるけんな。まあこれもこれでいいけど。そうだね。ゆっくりやる感じで。うん。今日はのんびりいきましょう。そうっすね。だいぶソーセージ焼き色ついてきたよ。うわぁ、ジュジュ言ってますね、ソーセージ。中でも油が沸騰してるのが見える。いい感じです。え、長野ってさ、ぶどうも有名だよね。うん、ぶどう有名ですね、長野はね。ワイン買って帰りたいね。うん。長野ワイン買って帰りましょうよ。うん。楽しみがいっぱい。うん。お前なんか面白いね。尻尾が下がってます。なんで泣いてる。あなたはちゃんとさ、あれだよね、ここに乗ってるご飯食べようとしないのは偉いと思う。ね、ガッツかないよね、うん、ここね、偉い偉い。問題なのはドッグランだけだな、ゴーちゃんはな。うん、ドッグランはちょっと戦闘になるんで。犬の社会性がございません。あなた山でしか生きれません、うん、かな。はい、ソーセージが出来上がりました。めっちゃこんがりソーセージ、いい感じですね。美味しいですか。うまいよね、これ絶対うまいと思う。間違いなくうまい。しみる。しみますか。これ食べたい、こうやって。あ、いいですね。このじゃがいもとチーズのこれをなんかドイツっぽい。じゃあ本日のメイン料理、お肉を焼いていきましょう。お願いします。おー、いい音します。すごい分厚いね、本当に。もう一枚ありますからね。素晴らしいです。これは大満足でしょう。ひっくり返しますよ。うおー、すごいいい感じの焼き具合じゃない。今ちょうどミディアムレアぐらいかな。いいかも。お肉いきます。お願いします。あー、これすごい。すごい。この断面から。ちょっと切りが悪いな。おお。うわ、いい色しとるじゃん。あ、それは素晴らしいわ。赤いね。いい感じに赤いですよ。いただきます。えい、うん。ちょうどいい。あ、そう、いい焼き加減でしたか。柔らかいです。うん、おいしい。素晴らしい。お座りして。早く肉くれって感じだな。あげるよ。坊ちゃん、特別にお肉を。待ってよ。握手です。はい。お手き。はい。はーい、こ。はい、どうぞ。あー、丸飲み。あの子、すぐ食べちゃう。けど、美味しいでしょ、もう。これ美味しいよ。ずっと見てる。やっぱ、あなたの方がさ、ご飯くれる人だと思ってんだね。可能性はある。ね。まあでもそれはそうだよね。あなたがボーの餌をあげてるもんね。ご主人。白エコクックン。これ。
ブーツの消臭剤になるみたいです。すげえ。アメニティ、うん、使ってみようかな。私も使っちゃった。これをここに入れとくと消臭されるみたいです。すげえ。オフィスから出る使用済みコピー用紙などを原料に再生紙です。地球環境にいいっていうことですね。ソーセージが、ソーセージ、ピークを迎えております。ソーセージ食べましょう、うん、ボボボボミッキーズ。星が綺麗な場所なので星を見ましょう。もうここいるから赤ん坊ございます。名古屋旅行2日目の朝です。坊は元気そうです。寒そう。なんか静かな朝でいいですね。おお、白カバです、うん、珍しい。関東にもあるのか。これが今日泊まった星合いの森、坊ちゃん朝の散歩でございます。現在朝の8時でございます。気温は今日は最低2度、最高気温が12度ぐらいで暖かいです。寒い。長野にしては暖かいですね。多分そうだよ ね、 かね、標高結構高いですね。今日あるかも、うん、まだ息が白くないのでマイナスはいってない気がします。あれが僕らが泊まったコテージでございます。立派な木のコテージでございます。ん？霜が降ってますか、うんうん、うん。ちょっと霜が降りてます。現在8時22分。8時半から朝食なのでこの辺で戻ります。まあ、よいしょ。こちらが本日の朝食でございます。おにぎりと最強焼きとか卵焼きなどが入ってます。なんかこれがこの地域のものって言っとったね。ごぼうに鶏肉を巻いたもの言ってたかも。信州の特産品、うん、
おにぎり美味しそう。では朝食をいただきたいと思います。シャインマスカットもありました。美味しそうですね。では朝食いただきまーす、うん、いただきましょう。いただきまーす。味噌汁が染みます。めっちゃ肉厚なの。見てこのピンク。西京焼き美味しいね。うん、美味しい。おにぎりも手作りのおにぎりみたいな感じがして美味しいですよ。いただきまーす。甘くて美味しいね。ね、濃厚だよ。ワイン買って帰りましょう。ね、ワイン買って帰る。はい、星合いの森さん、お世話になりました。お世話になりました。ゆったりな昼髪に行ってみましょう、うん、昨日ちょっと移動だけで温泉に行けなかったのでちょっと朝風呂で行きたいと思います。行ってみましょう。ゆったりな、うん、昼髪、うん、に行きたいと思います。はい。やる気満々です。ゆったりな昼髪です。八ヶ岳ミルクです。ゆったりな昼髪、いい温泉でしたね。いい温泉でした。なんかぬるぬるした湯質で、うん、すごい気持ちよかった。うん、なんか良かったですね、うん、トロトロでしたね。はい、え、本当に落ちうるじゃん。隕石見えないか。多分隕石だと思うんだよね。あれが飛行機だからね。うん。飛行機どこ行った？飛行機雲も流れんのにあそこになって雲みたいなのできてるもん。うん。隕石落ちてった。二日目は今阿智村に、阿智村というところにいるんですが、諏訪市。うん。諏訪湖の方へ向かおうと思います。で、その向かってる最中に寝覚めの床、うん、っていうなんか、わかんない言い方は、綺麗な観光スポットがあるので寄り道しながらそちらの方に向かいたいと思います、うん、なんか途中道の駅とかもあるし、うん、パン屋さんとかもあるし、はい、気まぐれで行きましょう。はい、ということでそちらに向かいます。イエーイ。工房に来ました。何高校？何高校？里山キャンパスっていうところ。
里山キャンパス、うん、多分なんかいろんなものがある。薪がいっぱいあります。うわー、薪いいですね。薪がいっぱい。あそこ落ち着くんかね。大きくないこの子たち。変わった羊じゃん。もこもこじゃん。もこもこじゃん。薪がたくさん売られております。家にある斧ですね。グレン、なんだっけ、グレン、なんだか、グレンス、グレンスフォッシュブルックス、スウェーデンでしょ。器を作っていく。あれから器ができる。そうそう、あれから器ができます。これから器ができるんですよ。ああ、やって掘っていく。やって掘る。だから、ね、手間暇かけてる。で、これはもう一枚の材料だよね。ああいう材料ですが、さっきのランチョンマットは、家具職がまず一枚の材料にしてあげて、うん、このぐらいのものに作って、ろくろで引くです。へ、うん、かっけえ。すごいね。うん、そうだね。これは国の伝統工芸品の技です。すげえ。木地師になるには、このバイトという刃物ができないと、獅子になれない。みんなそれぞれが違う刃物。へぇ、うん。そうそうそう。そうそう。社長さん、手が大きいですね。大きいね、やっぱしね。うん、確かに。手でかい。すごい。一応この獅子っていうのは、伝統工芸の試験があるので、伝統工芸士の試験があって、もう最低10年はいります。最低です。まあ、その人その人のレベルで10年でも取れる人もおるし、いろいろだよね、これ力量だからね。うん。社長さんも何年くらい？もう、67ぐらいになってますから。これは木地師はやっぱりお山の木を寝かすとこから始まって、下で製材作ったり、いろいろせんなもんね。この国語は今日は見れるでよかったです。すごい、嬉しいです。見れて見れて。どうぞどうぞ。黒がこういうのとつけない。テーブルかっこよすぎだ。ケヤキだね。ケヤキだね。すげえこれ、この木硬いけんな。まあね。これすごい、この大きさ。筋肉いらんようになるのかな、もしかしたら。すごい。売っとるよ、机。かっこいいね。かっこいいです。しかも梨だよ。梨の木ですか、すごいね。梨じゃけん。へぇ。これとさ、かっこいい。いいんじゃないですか。木製みたいでしょ。ちょっと迷いました。いいって。あ、そんな、うん、ああ、そう。ワンちゃんがおるけど、ついてた。猫ちゃんがお留守番できるんだね。猫ちゃんお留守番できる。ねえ、ありがとう。素敵っす。伝承工芸の人だ。かっこいい。ぜひ、ね。かっこいい。ね、すごい、これ。昔からの絵が。これが今の手引きろくろの、これが、これで2人で。そうそうそう。ここで回して、これ。すごい。はい、うん、ありがとうございました。あのね、
伝統工芸品ですね。ね、本当ね、見させてもらってね。これじゃあ猫ちゃんが入る。そうだよ、猫ちゃん入るよこれ。猫ちゃんが入る用の器です。自分たちのお皿に。お皿ですね。はい。なんていうお店だっけ？山市さん。山市さんですね。山市さん。ぜひ長野に来た際は寄ってみてください。ありがとうございました。素敵。これ木曽川ってやつかな。なんだろうね。すごい川ですよ。すごい石がたくさん。しかも白いね、石。石の数がすごい。ゴロ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 。寝ざねのとこです。通行止めのお知らせ。寝覚めのとこ。なんだろう、寝覚めのとこってなんだろう。うん、寝覚め、寝覚め。猿注意。猿が生息しております。これ罠じゃん。もう入るね。猿の罠じゃん。入るね。死ぬぞ。もう捕まっちまうぞ。おお、なんかすごいね。なんかすごいね。あらまー、なんかすごいぞ。綺麗ですよ。すごいよ。想像以上かもしれませんよ。なんかあそこになんか美術館みたいのがあるねえ。すごいぞ。あ、雨が。すげえ。ていうか緑色なんだけど、水が。すごい。水がすごい色。あそこになんか家あるのあれか、なんか。あ、本当はね、なんとか堂だね。へえ。今あれなんとか堂は行けないって入れんって言ってたね。ちょっと雨が降ってきているので退散しますが、すごい場所です。いい場所だった。はい、寝覚めのとこ、寝覚めのとこ。ご飯食べる？やってます。五平餅、うん、美味しそう。いただきます。あ、美味しい。美味しい。味噌？醤油？くるみ？くるみ？うん、へえ。柔らかいね。うん、なんか餅っぽいイメージだったけど、なんか米っぽい、うん、美味しい。お茶とよく合いますよ。本当だな。こんな美味しいんだね、五平餅って。ありがとうございます。美味しかったです。美味しかったです。美味しかったですね。とても気に入りました、五平餅。五平餅美味しかったです。
到着しました。まずはチェックイン。はい、本日泊まるホテルがマスヤゲストハウスです。マスヤゲストハウスさんです。まあちょっと築100年以上前からある旅館をずっとこうリノベーションしてって今に至るというゲストハウスですね、うん、めっちゃかっこいい。もう全部が素敵。ここは泊まるロフト、うん、で、あちらに、まあ、リビングというか、うん、バーというか、まあ、泊まる人が交流するスペースがあるという感じです。後ほど紹介します。ちょっと、いろいろ見てみますか、じゃあ。うん、ここが共用のキッチンでございます。全てが可愛いです。みんなで DIY したみたいです。すごいなぁ、めっちゃ好きなんですけど、私タイルキッチンなのかもしれない。これなんか面白い。うん、可愛い。コーヒーも無料です。これがリビング？うん、すげえ。それなんだっけ、フェチか。フェチか。すごいね。これ蓄熱されてすごいあったかいです。ロシアとか言っとったよね。ロシアも薪ストーブと違って熱の効率がいいとか言っとったけど、すごい今日全然暖かくなってる。朝と夜炊くだけでいいな、温まれて言っとったよ、ね、暖かいわ普通だ。うん、ここご飯をどこにしようかというところです。中華かガレットか焼き鳥、居酒屋さん雪、あとお寿司ってやったね、うん、ところかな。お寿司か居酒屋な感じがするな。こっち行ってみる。行ってみましょうか、じゃあ。うん、あそこ奥が下諏訪駅です。で、今晩食事をするのが居酒屋雪。ゲストハウスの人に教えてもらったところです。はい、居酒屋です。ちょっとお酒を飲もうかと思います。チャンジャ、とりあえずチャンジャかな。もつ煮込み、マグロとアボカドのわさび和え、でかいだし巻き卵、そう
安定のポテトフライ。鶏ハラミ焼き、めっちゃうまそうだなこれ。締めの豚キムチ丼です。取られた取られた。なんすか。明太たらこうどん。ごちそうさまです。美味しかったです。美味しかったね。居酒屋ゆき美味しかったですね。はい。寒いぜー。これから温泉に入って某の散歩をして2日目は終えようかと思っております。長野は寒いですね。マイナス 0.5 度。まあ、雨が降ってるんでマイナスではないかもしれませんが、結構冷え込んでいます。長野旅行2日目はこれにて終わります。おやすみなさい。明日は諏訪湖周辺を散策する予定でございます。はい、3日目も楽しみにしてください。おやすみなさい。